田村君。はい、日本共産党の田村貴昭です。総理、私からは、東京圏への一極集中の是正について、質問したいと思います。総務省の2015年の人口移動報告によりますと、東京圏、埼玉、千葉、東京、神奈川、この転入超過が11万9357人となりました。東京圏への転入超過は20年連続で、東京一極集中に歯止めがかからない状況となっています。町人仕事創生総合戦略では、東京一極集中の是正として2013年を起点に東京圏から地方への転出を年間4万人増加させ、地方から東京圏への転入を年間6万人減少させて、2020年時点で東京圏から地方への転出転入を均衡させるとしています。しかし現状はそうなっていません。資料をお配りしています。丸1をご覧いただきたいと思います。住民基本台帳をもとにした東京圏転出入の推移についてグラフにしました。政府の目標では、この2013年からですね、転入超過数は下降するはずでありました。しかし、この、破線の赤に至らず、青の線のように上昇を続けているわけであります。そこで総理に伺います。この推移について、どうお感じになっておられますか。2020年までにですね、均衡させる目標、これはかなり厳しいのではないでしょうか。安倍内閣総理大臣。確かにですね、この東京一極集中のこの流れを変えるというのは、そう簡単なことではないわけでございます。他方ですね、東京に住んでいる方々の中でも、約4割の方々がですね、この仕事があればですね、地方で住みたいという希望を持っておられる方々がいるのも事実でございまして、そういう方々のですね、希望が実現されるような状況を作っていくことによってですね、この流れを変えていくことができるのではないかと、こう考えております。東京一極集中を是正するためですね、地方における若い世代にとって魅力ある仕事の創出、企業の本社機能移転、政府関係機関の移転を進めていきます。具体的には今年度より企業の東京からの移転を税制措置により促進するとともに、移住先の生活に関する情報をワンストップで提供する窓口を開設をしました。昨年末には町人仕事創生総合戦略を改定し、地方の自主的かつ先駆的取り組みを支援する新型交付金や企業版のふるさと納税制度などの財政支援、そして情報支援、人的支援等を盛り込んだところでございます。各自治体は国の総合戦略を勘案しながら、自らの人口動態を分析をし、将来展望を示す地方人口ビジョンと、これを踏まえた今後5カ年の目標や政策等を提示する地方版総合戦略を策定しています。これらは人が生きがいを持って生活し、この地域に住んでよかったと実感できる地域社会を示し、都市部の人々を引きつけることで、国の政策と相まって東京一極集中の是正を目指すものであります。田村貴昭君。総理、私の質問は、2020年の均衡を取るというのは難しいんじゃないんですかと言ったんですけれども、お答えがありませんでした。全国の地方自治体においては、人口ビジョン地方版総合戦略を今年度中に策定するということで、すでに都道府県の計画は揃っています。都道府県の人口ビジョンを見ますと、いずれも政府の手引き通りに作っているので、大体似たような傾向となっています。東京を除く各道府県が立てた人口ビジョン、これはですね、東京一極集中の是正が大前提となっています。つまり安倍内閣が目標としたこの2020年までに東京圏と地方の転出入について均衡を図らなければ、各道府県のビジョンやあるいは戦略についてもこれは達成できないということになってしまうんです。総理はそのように認識されておられるでしょうか。もう一つ、政府がですね、地方に対して総合戦略を作れ、あるいは人口ビジョンを示せと言ってもですね、この東京一極集中が進む下では、実現可能な
計画とはなり得ないのであります。東京圏への流入が止まり、地方への流出が増える。でそれを可能とする具体的な根拠はどこにあるんですか。いろんな施策は先ほどお述べになられたからいいです。具体的な根拠はどこにあるんでしょうか。安倍内閣総理大臣。各自治体はですね、国のこの総合戦略をこれ勘案しながら、自らの人口動態をこれ分析をしてですね、将来展望を示す地方人口ビジョンと、これを踏まえた今後5か年の目標や施策等を提示する地方版総合戦略を策定をしているわけでございますが、委員がおっしゃったようにですね、東京一極集中をこの前提としてということではなくて、この流れをまさに変えていく上においてですね、地方がしっかりと地方版総合戦略を策定していくことが求められていると、このように思うわけでございます。今後ですね、今先ほど私が申し上げましたように、しっかりと地方の意欲を汲み取りながら、地方が自ら描く未来を実現できるように国が支援をしていくという新しい地方創生をしっかりと進めていきたいと、そのことによってですね、東京への一極集中の流れをですね、これは反転させていきたいと考えております。田村貴明君。地方自治体に対して政府はですね、人口ビジョンを実現する事業ごとに KPI、重要業績評価指標、これを求めています。例えばですね、移住の促進を進めるとしてですね、専門相談員を配置するならば、その移住者を何名と見ているのか、事業ごとに細かく KPI をちゃんと持ちなさいと、記しなさいと言っているんです。ところがですね、東京圏の一極集中、この是正に向けた KPI はないわけなんです。政府として KPI 持ったらどうかの私は思うんですけども、総理いかがですか。安倍内閣総理大臣。今のご質問について、この事前に通告がございませんでしたので、私もその数値についてつまびらかに承知をしていないところでございますが、いずれにいたしましても、基本的にこの KPI を重視をしているわけでございまして、各地域がですね、そうした数値目標をしっかりと設定をしながら、それに向けてですね、結果を出していくことが求められていると、このように思うところでございます。委員長。田村貴明君。昨年我が党の議員がですね、衆議院の委員会で次のような質問をしました。東京で相次いでいる、計画されている再開発についてですね、取り上げたんですね。でビル群を作れば、中間人口は増えるのだから流入人口も増えるのではないかと問いましたら、石破大臣がですね、普通に考えればそういうことになろうかと思いますと、お答えになりました。そして国土交通省はですね、再開発による人口転出入の予想はしていないと答弁されたわけなんですよね。これからの大規模工事や、それから再開発、またインフラ整備がですね、人口の転出入にどのように反映していくのか、こういう数量はですね、具体的に試算されておられるのか、東京一極集中問題を考えるときの私は大事なことだと思うんですけれども、こうしたことを試算されているのかどうかお伺いしたいと思います。安倍内閣総理大臣。グローバルなですね、都市間競争が激化する中で、海外から人材や投資を呼び込み、我が国経済を牽引していく上で、再開発などにより、都心などの国際競争力を強化していくことは大変重要な課題だと考えています。一方、地方部を含めた全国の都市においてもその再生を図るため、再開発も含め町づくりに資するプロジェクトに対し財政金融支援などを講じており、数多くの地方都市で取り組みが進められています。都市政策は東京等の大都市のみを対象として行っているものではなく、引き続き大都市地方都市双方について必要な都市機能の維持強化に向けてしっかりと支援をしていきたいと思います。大規模な再開発については人口の転出についてですね、数字を試算をしていくべきではないかという趣旨のご質問をいただきましたが、都市の再開発はこの個々のプロジェクトにおける需要効果や、目指すべきまちづくりとの整合性を考慮して、
実施されるべきものであり、民間の都市開発において都市全体の人口の転出まで試算することは現実的ではないと考えております。田村貴明君。人口転出入のですね、計画すらない開発、これがどんどん首都圏中心に進んでいくわけなんです。そして天井知らずの企業群の集積、そういうやり方をですね、やはり変えていかないとこの一極集中の問題は解決しないというふうに思います。で、総理が掲げる世界で一番企業が活動しやすい国というのと、東京一極集中の是正が両立するのか、人も金もそして物も注げば巨大都市はさらに膨張し続けていくというふうに思うわけであります。で、こうしたやり方を思い切ってやはり見直していく時に来ているんじゃないか。見直さないとこのカーブはいつまでたっても上昇を続けていくというふうに私は考えますけれども、総理いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。この、例えば東京とですね、国際都市である東京と、地方等ですね、この対立概念として、考えるのではなくですね、車の両輪として、考えなければならないと、思っています。まず、東京はですね、世界の都市間競争に、勝ち抜いていく都市でなければならない、そういう条件を整えていく必要はあるんだろうと、こう考えています。と同時にですね、まさに地域は国土形成において極めて重要な役割を担っているわけであります。環境、そして文化、伝統の維持、そして住みやすい国を作っていく上においてもですね、美しい景観を維持をしていく上においても地方の存在というのは絶対的に不可欠であろうと、こう思っております。地方と東京圏がですね、パイを奪い合うゼロサムではなく、地方と東京圏がそれぞれの強みを生かして日本を全体を引っ張っていく、プラスサムでなければならないと考えておりまして、それが目指すべき将来の方向であると、このように考えております。田村貴明君。やはり一極集中を是正させる、具体的なですね、施策を真剣に検討していかなければこの問題解決いたしません。したがって私は今申しましたように、やっぱり、人口転出入の計画すらないね、巨大開発、それから、今総理は国際競争力というふうに言われましたけれども、世界中の企業をですね、東京にこう集中させていく、この天井知らずのですね、ビル群を作っていく、こうしたことがですね、やはり地域とそれから東京圏との差につながっていく、ここに仕事がある、ここに行ったら稼ぐ、この流れがですね、ずっと続いているわけなんですよ。資料にですね、丸2というのをお配りさせていただいています。これは、高度成長期以降のですね、東京圏における2020年時点での転出転入の均衡予測であります。ご覧になっていただくと分かりますけれども、転入超過数がゼロを下回るときっていうのはわずか、1時点であります。そしてずっとですね、転入超過数はプラスであります。全体としてですね、転出入の中で、転入増から転出に変わる時期があります。で、これはグラフの、下がり坂のところなんですけれども、これは大きく、いろんな、事件がありました。例えば石油ショックのとき、あるいはバブル崩壊のとき、あるいはリーマンショックのとき、いろいろあったんですけれども、経済政策が大きく崩れたときにですね、こういう状況になります。還元すればですね、よほどのこういうことがない限り東京の超過数というのは、プラス、そしてこの流れは変わらないということなんです。だから総理、私は今までの、言葉はあれですけれども、開発至上主義で、こうしたところは大きく見直していく必要があるんじゃないかというふうにお尋ねしたわけであります。私はやはり今のこの問題を解決するときにですね、いろいろな大事なポイントがあるというふうに思います。で、一つはやはり地域の力をですね、しっかりつけていくということであります。それは何といっても、地場産業を温め、そして地方の主力である中小企業に熱い支援を送っていくということであります。しかしですね、中小企業対策費、これ2012年以降マイナスではないでしょうか。それから日本の中小企業対策予算は米軍の思いやり予算よりも下回っていると、こういう寒い状況であります。
ここをですね改善して、やはり地域の主力をしっかりと応援していく、この流れを作っていくことが雇用を生み出し、そして安定してですね人口減少対策に地方自治体は取り組めていくんではないかというふうにも思います。でもう一つはですね、雇用の創出と安定であります。安倍政権は、格差是正、それから同一労働同一賃金なども今度掲げておられます。で私一つ提案したいと思うんですけども、やはり最低賃金の改善、これは大事ではないかというふうに思うわけです。私は福岡なんですけども、福岡が、これ上がったとしても743円、これでも全国平均よりか下回ってるんですね。で東京の907円より164円安いと。で九州は福岡のそれ以外の県はですねさらに低くて、東京とのその差は214円という差になります。これだったら外に出ていこうかな、にぎわいのあるとこ都会に行ってみようかなと、人が流れていくのも当然な流れなんですよね。より高いところへ、より仕事があるところに行こうとするその流れを変えるんだったらね、私は今度の委員会で我が党の議員も主張しましたけれども、全国一律の最低賃金、これを、実行していただきたいというふうに思います。それからですね、地方自治体への対応であります。人口ビジョン策定の手引きというのがあるんですけれども、こういう手引きがあります。手引きにですね基づいて、各自治体にですね人口推計をやりなさいと、人口ビジョンを示せなさいというふうに、今やっています。それから国が認めた取り組みについて金をつけるというやり方、いわゆる傾斜配分、こうしたやり方がですね拡大しています。で交付税についても同じことが言えるんです。私は予算委員会で、高市大臣にも要求しました。トップランナー方式のことであります。道路維持や学校給食などについて、で業務委託の内容を民間委託だけにですね限ってしまうと。そして経費を節減したところを標準として交付税を算定していくというやり方です。もう一つ尋ねました。人口減少等特別対策事業であります。取り組みの必要度というのは分からんでもないです。しかし取り組みの成果分というのがあるんですね。こちらの傾斜をこれから大きくしていこうというんです。いわゆる業界の努力に応じて交付税を増やしていくというやり方が安倍内閣の下で導入されています。トップランナー方式については全国知事会、それから地方6団体、これ反発していますよね。総理もご存知だと思います。そこでお伺いしたいのは、総理、地方のですね固有財源である地方交付税のこの姿をですね変質させてはいけません。そして地方交付税を政策誘導に使うべきではないというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。平成28年度から自治体が民間委託等の業務改革を行う場合は、その経費水準を交付税の積算基礎とするトップランナー方式を導入するとともに、引き続き地方財政計画に町人仕事創生事業費1兆円を計上し、その一部について地方創生に向けた取り組みの成果に応じて配分することとしています。これは地方財政が依然として厳しい状況にある中で、地方団体においても引き続き行政の効率化を進めつつ、地方創生に積極的に取り組んでもらうことが重要であるとの観点からですね行うものであり、必要な取り組みと考えています。来年度の地方財政計画においては、地方団体が安定的な財政運営を行えるよう、前年度を 0.1 兆円上回る一般財源総額を確保し、地方交付税についても前年度とほぼ同程度の額を確保しているところでありまして、ご懸念は当たらないと、このように考えております。田村貴昭君。懸念は深まるばかりであります。で政府がそういうことを持ち出してくるのはね、やはり交付税そのものを減らしたいんではないだろうかというように、全国知事会の会長もおっしゃっています、ね、やはりこういうね、例えばお金も出し努力もし、そして一生懸命人口減少対策をやったんだけども、成果が出なかったら交付税減らすというやり方はね、これはやっぱり地方交付税の本質に戻るやり方です。やったらいけませんよ。そのことを重ねて要求したいと思います。今日の質疑でですね、東京一極集中についてその是正を実行ある、提案としては総理の方からは聞かれませんでした。
大企業が潤って、そして地方とですね、地方が枯れるアベノミクスがあります。すみません。これをですね、やっぱり改めて、そして地方再生の取り組みを抜本的に強めること、そのことを心からお願いして質問を終わります。